先月に東京武道館で開かれた第19回全日本パラ空手道競技大会で準優勝した選手が天理市を訪れ喜びを語りました。市役所を訪れたのは全日本空手道天理青雲会に所属する川原谷春彦さん55歳です。男子40歳から65歳の足などに障害のあるクラスの個人戦組手で見事準優勝に輝きました。川原谷さんは生まれつき右足に障害があり、小学2年生から治療の一環として空手を続けてきました。並川市長は天理市でもパラアスリートが多く活躍しており、今後の活躍を期待していますとエールを送りまして、これに対し川原谷さんはパラ空手はあまり知られておらず普及に努めたい、もっと盛り上がって多くの仲間と競技を楽しみたいと話しました。長く続けさせていただくことと、できれば一個上の色の違う綺麗な色を目指せるのかなと思います。優勝できるように、日々鍛錬させていただいて目標になればなと思っています。はい。